警視庁では子どもたちや高齢者に腹話術を使って交通安全の呼びかけを行うことがあります。そうした腹話術の技術を競うコンクールが今日行われました。青になりました。手を上げて。うん、手を上げて。右、そうだね。左、そうだね。めんどくさいけど、もう一回右。あ、ケンちゃん、よーくできた。今日のコンクールでは島嶼部を除く97の警察署から地域ごとに行われた予選を勝ち抜いた10人の女性警察官が腹話術の腕を競いました。審査員は腹話術の技術や表現力、それに交通安全のメッセージが分かりやすく伝えられているかなどを基準に審査。警察官たちはそれぞれストーリーや小道具に工夫を凝らした発表をしていました。警視庁交通部では今後もこうした腹話術を使った交通安全教室を積極的に行い、子どもたちや高齢者に交通マナーの大切さを呼びかけていきたいとしています。